僕らを乗せた緊急脱出用ボートは、なんとか陸地の光を見つけ、見知らぬ港にたどり着くことができた。どうして僕がここにいると分かったんだ。分からないけど、今はどこかに隠れましょう。隠れても無駄だぞ。おい、清志、聞こえてるか。柴田さん、こっちは任せてください。武藤、清志、奴を見つけたらすぐに始末しろ。しくじるなよ。わかりました。あの取引現場を見られたんだ。始末しねえと俺たちの命が危ねえっすからね。おい武藤、口を閉じた。誰がどこで聞いているかわからない。すまねえ柴田さん。お前は倉庫の中を探せ。俺は外で見張ってる。わかりました。向こう側の出口にはもう一人仲間がいるようだ。倉庫の入り口でも見張ってるみたい。なんとか見つからないように出口に行かないと。Thank you.
しょ。じゃあ、あれは一体…じゃあ、
これだ。もしもし。あ、無事だったのね。あなたのいるところからレイバーが戦っているのが見える。はい、見えます。今、その先にある大きなクレーンの上。脱出の用意はできてるわ。レイバー同士の戦闘の中を抜けることになるけど、頑張ってここまで来て。わかりました。たどり着いたら丸々をしてください。え、丸々って何？よくわからないけど、わかったわ。とにかく早く来て。グリフォンが現れた。早く行きましょう。次のエイカハンも投入するという。倉庫の爆発材料を2度。急げよ。柏木という人、どうして僕たちの居場所が分かったんだ。